ヤオコの店舗965の店舗株式会社ヤオコは関東地方のスーパーマーケットチェーンである。埼玉県を中心に群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県と関東地方に合計160商品等の鮮度維持等を重視し、国道16号線付近での店舗展開を行っている。店舗の形態としては通常の店舗のほか。 新形態の店舗として、や山店をモデル店として確立した、ヤオコマーケットプレイスがあり、新しい店舗はこの形態である。また、機関店の南、古屋店では、や山店モデルのさらなる充実を目指し、川越的場店は次世代機関店モデル、所沢三原店は都内本格進出へ向けた小型店モデルであると位置づけられている。ともに、 やお高品質を保ちながらの価格コンシャスを実践したモデル店としてオープンするなど売り場作りに非常に熱心なチェーンで流通業界でも注目されている企業である。2018年2月7日小型店800公正常店を開いた東京都世田谷区の地名をつけているものの世田谷区とは道路を挟んだ調布市内にあるが同月時点では 店舗がない東京23区進室を視野に入れた都心向け小型店と位置づけている。2010年8月にはテレビ東京日経スペシャルカンブリア宮殿の地方スーパーの逆襲で紹介された。また2011年1月にはビジネス書島村とヤオコが発売されている。ヤオコ会長の川野幸男は日本スーパーマーケット協会会長となっている。 ヤオコーの頭文字である、ワイト、顧客とヤオコーが向き合っている姿を象徴した、2羽の、鳩をモチーフにしたデザイン。現在のロゴマークは2代目。1890年から、川野家の家業として営まれていた八百高商店が、セルフサービス店への転換を行ったのは、セルフサービスを導入して、成功を収めている店があるという噂を聞いた前、会長で、実質的な創業者である。 川野友が前橋のスーパーマーケットを飛び込みで見学したことが始まりと言われる。その時に松清本店の当時の社長、植木栄吉にセルフサービス店について経営面等の説明を受け、セルフサービスを導入したいと強く感じた友であったが、嫁の身分で義理の両親を説得する自信はなかったところ、社長は友のために後日800交渉店を訪れ、 川野家の説得を行い、これをきっかけに800交商店では、セルフサービス導入について議論がされるようになり、友は従業員たちと各地のセルフサービス店を見て歩き、比較的早期にセルフサービスを導入することとなった。この時の友の勇気と決断こそが、現在の八尾校の原点と言われている。また、友については、様々な逸話があり、 新店オープン前の視察に行く際に車が、踏切待ちや、信号待ちで停車すると、すかさず車から降りて、同じく信号待ち、踏切待ちで停止している車に駆け寄り、こんにちは、ヤオコでございます。今度に新しい店がオープンしますので、どうぞよろしくお願いいたしますと挨拶をしていたことや、小川 SC 用地取特に関する金策で取引先を、 頼って歩いた時には、そのことを知った、小川信用金庫の理事長が友を呼び出し、普段から熱心な商売をしているのは知っているから、私に任せてくださいと直々に伝えたという話が、残るほど、地元では熱心な商売人として有名で小川の、お信と呼ばれることもある。本部を奥地元埼玉県のプロ野球チーム埼玉西武ライオンズの本拠地である、西武ドームに2011年から、 ライオンズバナナは、ヤオコーという広告を、ホームベース広報の幕式看板に掲出している。また、2011年からは、年1試合、埼玉西部ライオンズ主催ゲームで、冠スポンサー試合、ライオンズバナナスペシャルゲームを開催。ライオンズバナナを、購入応募すると抽選で、支球式の権利や西部選手へのライオンズバナナ贈呈、ゲームに、 親子ペアでの招待券が当たるなどのキャンペーンを実施。また TBS ラジオと文化放送、フメナック語でスポット CM を放送している。毎年2月の特定日を全店一斉休業日とし、200台以上の貸切バスを関東各地にある、ヤオコをすべての店舗の従業員交通手段として、貸切同日に従業員のレクリエーションとして、 埼玉スーパーアリーナで大運動会を実施している。この大運動会では、カラエブリーリトルシング、スターダストレビューゴールデンボンバーなど、有名アーティストをゲストとして招いていることもあり、企業が開催する豪華な運動会として報じられた。現行店舗については、チラシ、店舗情報を参照。ありがとうございます。